本当はここに入れて取りたかった。すごいね。すごいわ。すごいよね。抹茶となんか桜っぽいね。ね、いただきます。普通お茶から先飲む。うん、いいんじゃない。あ、ちょっと待って、貸して。いける？おいしい。あのね、上、ようかな。うん、おいしそう。和洋折衷。あ、いいね。おいしい。うん、こっちからの方が。あ、よかった。楽しもうね。旅行スタート。この袋何？フルバッグ入ってるんだけど、うん、ちょっともう見えちゃってんだけど、うん、絶対喜んでもらえると思って、うん、買ったわけ。これ21個、うん、あの21個、まあ大体20個に15個くらい入ってる。うん、開けていいの？うん、もうバッグ見えちゃってんだけど。もうバッグ見えちゃってるけどね。見えちゃってんだけどね。私に言ってんだ。これ？これが楽しみにしてたじゃん、バッグ。バッグって言ってたからね。バッグって言ってたから、うん、あの可愛いなと思って。おめでとう。おめでとう。まずそれがバッグが1個、ね。バッグが1個目ね。中からいっぱい出てくるから。やばい。これやばいでしょ。これバナナのスナック菓子ね、うん、めっちゃ好き、めっちゃ好き。美味しいやつ。じゃあこれ旅館で買おうと思って。美味しいね。美味しい。あ、これもいいね。ブラショーが好きそうだなと思って買ったキャラメルみたいな。これあれ。入れちゃう。持ってくわ。これマシュマロチョコです。あ、じゃあこれは冷凍させて食べるべき。はい、そうですね。あ、かわいい。クレヨンしんちゃんで可愛く買いました。いいね。あ、これ好き。バターワッフルね。あ、そう、それさ、めっちゃ好きだなと思って買ったの。これ美味しくて好き。ちゃんとさ、数数えながら開けてくれる。1,2,3,4 これ 5? うん、うん、それ入ってる。 2,4 これ5個目ね。うん、違うよ。6個目、ね、6個目だよ、うん、カバンあるよね、そこに。あ、そう、それが1個目、ね、これが1個目。1個目のカバンが2,3,4,5,6 個目ね。カバン楽しみにしてたから。7個目、これ。え、これもしかして食べなかったから入れた？違う違う違う、買った？それ美味しかったから。あ、よかった。これめっちゃ好き。これあれだよね。あの、もらっ、入ってます、ね。あ、そうそうそう。あの、サブスクボックス。韓国のラーメン。8個目。おっとうぎチーズラーメンね。プロダックンポッコンビョン。めっちゃ美味しそう。チーズラーメン、ね。プロダックンポッコンビョン。レインボーブリッジあんな、ね。ね、それはめっちゃ思った。あれはね。あ、のとう橋だ。え、のとう橋？うん。って何？そうなの。これ9個目。カルボナーラ？そう。めっちゃ嬉しい。これ、辛い中で辛くないやつ。プロダックンポッコンビョンね。数えてる、ちゃんと。うん、9個目。これ10個目でしょ。中になんか、ね、2個入ってると思う。待って、よく分かったでしょ。これめっちゃ好きなんだよ。知らなかった。高校時代にめっちゃ好きで買ってた。あの、10、11だね、うん。ってことはまだあるね。うん。欲しい、追加。欲しい、欲しい。あと10個もあるじゃん。待って、これ。サマンサタマサってこういうの売ってんの。でもふわふわで嬉しいな。めっちゃ嬉しい。じゃじゃん。なんだっけ、袋だけの説あるよね。さっきサマーサタバサだけの中でピンポンポンプリンだから。あ、でも1個ディオール入ってるわ。これ書いてね。そう、髪系から1個入ってる。10、10、10、10、10までいってる。今10までいってる。あ、違う、11までいってる。11までいってる。はい、12個目。待って。ありがとう、ありがとう。これ欲しいって言ってたじゃん。これめっちゃ欲しいって言った。絶対いいわと思ったけど、まあ、しょうがないから。これ12個目。これなんかこれ流行ってんのって、こういう腕箱が流行ってて。13、それバッグですね、うん、好きなバッグです。私がこれ今日使おうかな。14、チャラーン、バッグですね。それも好きなバッグです。ビタミンが顔に。あ、これがビタミンがいい、はい、注入されるやつ。ここビタミンなんだ。あ、これ肌白くなるやつ。あ、じゃあこれめっちゃいい。これそれなんかちょっと安かったから買いました。12、13、14、15、16、それ可愛いから買いました。あ、これ可愛いね。バッグですね。バッグですね。16個はい、覚えておいてください。16、はい、16、次、はい、次タブ袋。はい、これ10、ね、はい、ちょっと旅行中も使えるかなと思って。なんなら、あ、
ありがたい。あ、手すり忘れちゃってさ。17、18。なんで逆、それ逆じゃない見せる。あ、そう。こうか。あ、そうそうそう。こっちがブレスレット？うん、そう、ブレスレット。それ可愛くね。めっちゃ可愛い。こっちの鼻が。これ似てるな。ね、わかる。なんなら、あ、つける。なんならつける。で、これがネックレス。ネックレス。いや、もう一個あるよ、もう一個。もう一個多分、どっかに。あ、いるやん、そこに。何？あ、これ？そう。それマグネットピアスなんだけど、可愛くね？と思って買った。可愛い、これ。穴開いてないから。めっちゃいいじゃん。え、めっちゃ可愛い。マグネットのさ、磁力がどんぐらいだかわかんないけど。あとでつけてみよう。うん。19。どっちがいいかな？あ、シュ上村さんじゃん。それ欲しいって言ってたやつや。ちょっと、欲しいって言ってた。うん、欲しいって言ってたやつ。あ、そう。覚えてたの？欲しいって言ってたやつ。あ、そう。うん。覚えてないんだけど。これ欲しいって言ってたやつ、絶対。19だ。19だ。え、言ってたでしょ、欲しい。めっちゃ欲しい。あの、ビューラーが。ビューラー、ビューラー。最近で、本当にきつくて、全然。ちょっと使って。ちょっと何色？何色とかないの？あ、黄色は。普通のやつ。だけど、シューのやつ、なんかいいって聞いたから。あ、そうね。目にフィットするのかな。そうじゃない？わかんないけど。買った。あ、なになに？力強い。おー、ね、上がりそう、上がりそう。上がるよ。でも、あんな力強くまつげやらん方がいいけど。あ、そうなんだ。普通に。そう。ありがとう、これめっちゃ嬉しいわ。うん、これ、今のところ、最高潮に嬉しい。あ、最高潮。これ、え、最高聞ける今。うん。あ、そう。うん。結構前のも結構あれだった。頑張って選んだ。あ、そうなの？これが結構前回最高だって、これ今結構最高。2位。うん、そっちに。これが1位。1位。こいつがじゃあ3位かな。そんなにバッグすごい楽しみにしてくれたんだってさ、マンサって言われたらさ、ちょっと期待するじゃん。え、なんで？可愛いでしょ、このだからでも、めっちゃ可愛いでしょ。これなんだっけ？これ20個目の20歳になりました。おめでとうございます。はい、生まれて20歳、去年ですけど、去年もありがたいことにいろいろいただいたんですけど忘れちゃいました。あ、待って、めっちゃ好きなんよね、ショー。サンプルー、そう、サンプルは入ってないんだよね、数に。あ、そうなんだ。はい、あ、こっちさすがに、さすがにね。あ、これもめっちゃ使いたかった、サンプルの一つ。あ、それ？それを何本もらった？あ、そうなんだ。これか？これ本編かな？それ本編な気がするわ。あ、ルージュディオールバームだって。そう。あ、それね。え、リップなんだけど。リップクリーム？あ、そうなの。リップクリームなの。それ色、全然つかないけど、あんまりつかなくて、ほんのりつく感じのやつで。学校とかにも使いやすいかなと思って。いいね、でもこれが、これ持ってたらかっこよくない？他のリップと合わせて使ってもいいよってやつなの。え、めっちゃ可愛くない？これさ、色ついてんだけど、あんまつかないよって。え、つけてみていい？普通に塗ってみ？ちょっとそんなに出したらさ、あんた折れるよ。え、全然つかない。色見えない、ね。そうなの。これじゃあ、ほんのりつく感じだから。これを、見せびらかせする、ね。そう。それ20個目ね。これ20個目？ついに死ぬ。カメラが揺れて。これ20個目でしょ。うん、で、これ21個目だ。おめでとうございます。で、さ、お揃い？そう、お揃い。それめっちゃいいなと思って。うん、あー、ハンドジェル。ハンドジェル、うん、かわいいでしょ。うん、かわいい。しかも香りもいいから、うん、なんか香水とかじゃなくて、ほんのり香り。鼻にくっついてますけどいい匂いついて。え、めっちゃいい匂いするでしょ。めっちゃいい匂いする。これめっちゃ、めっちゃ良かった。これめっちゃ勝手に使ったらめっちゃ怒られてるから、めっちゃ嬉しい。ありがとう、21個だ、これで完成した。どう？え、めっちゃ嬉しいんだけど。おめでとう。ありがとう。ユニも出してるからね。ありがとうございます。え、めっちゃ嬉しいんだけど。うん、うん、バッグの期待値はどう？結構バッグ期待してた。マジ？うん、でもだってこれだよ。うん、だけどめっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。これ本当にそのままどこにでも連れてけるよ。そうだよ、かわいいでしょ。ふわふわしてて。サマンサだ。中身もめちゃめちゃ入る。上が開くから。サマンサってさ、こういうコラボやってんのよ。うん、そう。苦笑いじゃん。なんで喜んでないの？これでしょ、どう？じゃじゃーん。え、ね、袋が2個ある。そのバカ嘘でーす。え、これは何？はい。え、それはダミー。あ、そういうこと。これが本物のバッグでーす。めっちゃ嬉しい。メインでーす。マジで期待してさ、もう本当にさ、やられたと思って。いや、嬉しかったよ。もうこの時点でもう最高にもらってるんだけどさ、ずっとバックバックって言ってて、2人でバック見たんだよ、ネットで。そう。なのにさ、ポンポンポン。どのバックかなーって。え、待って、めっちゃ嬉しいんだけど。嬉しい。でもね、なんかね、結構いろんなところに使えそうな感じ。かわいい。あ、待って、あ、
じゃじゃーん、いいじゃん、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。それもなんかリュックだ。そう、リュックリュックリュックにしたの。リュックめっちゃいい。可愛くない？めっちゃ可愛くない？でさ、なんかラテ系の服が好きって言ってたじゃん。だからあんなにラテ系の服着てくれた。あ、そう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 、今日着ちゃったじゃん。間違ってる。そのバッグが合うようなコーディネートをしてきてって言ってんのに、めんどくさい、本当に嫌だ、なんでさっき見てなかったのってなんか切れられたの。でも明日切れると思う。あれかなと思ってたんです。明日切れるよ、白いから思ってたんです。しょってみて、しょってみて、うん、しょってみて。どう？え、めっちゃ可愛くない？ねえ、ママ見てこれ。いいよ、いいよ、いいよ。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いなと思って、もうあのお店行った瞬間に、え、これ良くないってなったやつ。あ、そうなんだ。最初からこれがいいなと思って、いろんなの見たけど、これになった。で、これはサマ、これもサマーサーに言ってた。え、全然これはサマーサーじゃない。これはポンポンプリンクジっていうサンリオショップでやったやつに、あの、見事2等に当選しました。すごい。が当たったんですけど、さすがにこれは使えないなということで、ダミーとして今回はプリンクに。そういうこと？はい。やっていただきました。ありがとうございます。え、今後っていうの？全然いいよ。全然いいよ。全部どうぞ。全部どうぞ。うわ、めっちゃ嬉しい。21個。え、21個だよ。まあね。いや、プリン入れたらね。うん。なんか21個プレゼントねえのか、なんか恐喝されたので、買ったんですけど。いや、マジで、本当に嬉しかった。ありがとうございます。もう来年からない。牛乳行ってよ、行く？行きます。来年からはないので。来年はお返ししますね。はい。牛乳を飲みたいと思います。来年から働くので。そうじゃん、来年、え、でも来年はまだギリギリ働いてなくね？うん。働き始め、初任給ぐらい。あ、初任給でじゃあ焼き肉お願いします。あ、お願いします。ありがとうございます。というわけで、牛乳飲んでいこうや。うん。これ入れていきたい。さすがに。泥酔女に絡まれてる妹。イエーイ。それも全然飲んでないのに泥酔してる人。イエーイ。あれ、キュンキュン。何のあれなんだろうね。お、あれじゃない？商売繁盛とかじゃないの？ああ、そっかそっか。ほんならこれにしよう。だこさ、え、30なんだけど、いかん。うん。あっち引く？うん、いいね。ここね。ここね、ここにね、足つまずいて、川に落ちたやついるからね。落ちてないよ。座り、ここに。いいよ。でででででで。あ、中吉。おぉ。微妙じゃない？え、読んでみや。うせものね。うん、あの、なくしたもの。出るが役に立たず。探さなくていいんじゃないじゃん。探すのやめるわじゃん、これ。もうなんかなくしたものを、旅立ち、旅行ね、旅行、盗難に用心せよ。盗まへんだ。なんか盗まれる。お、AI、 待て、将来吉やんって。え、めっちゃいい。じゃあ今急がない方がいいんだね。そうだね。で、今のままでいい。まあ、病気はね、病気とか病は医師を選べ、治る。争い、先に言うと負ける。どうだろう、何の、どういうことだろうっていうやつ。中止？中止。引いてみるね。いきます。末吉。末吉の方がいいの悪いの？でも今年大吉3つ引いてんの。それもこれ4つ目なんだけど、そのうち3つ大吉。やばい。ってことはやばいじゃん。落ちてんじゃん。恋愛はどうなの？恋愛どう、何て書いてあるの？感情を抑えよ。ダメだ、一番ダメだ。抑えられてね。あ、ちょっと学問。自分の甘えを捨て全力を尽くせ。バレてるじゃん、甘えてる。めっちゃバレてる。まあ、二人とも微妙ってことだね。うん、なんか、あ、え、旅行は旅行。旅行。話題はなし、騒ぐな。ってことは、猫が盗難されるってことだね。で、私は騒がない方がいいから、うん、あの、このまま、静かに。家族旅行してくればいい、大丈夫。あ、なるほどね。あ、結ぼう。結んだ方がいいよ、これ、じゃあ、これから結んでいきます。バイバーイ。